午後なって最終7レース A 級決勝戦のスタートです。2番坂本、3番山田が踏み合って直後に1番の立部、各ラインから内枠から1人ずつ、短期の山本翔も4番手につけています。さあ前の追い合いはまず2番の坂本が前を取り切った状況で、その後ろが内に1番立部、外3番の山田です。その後ろに4番の山本。さあ連携する各選手ですが、先にここは前を取った坂本のライン、土屋が上がりました。その後ろの並走続いていましたが、山田が下げて立部が取り切りました。これで前段がまず関東勢の7番2番、立部が取ったことで4番手に吉永が上がっていきました。1番5番、その後ろは3番山田が主張、外4番の山本、この両者の後ろに6番の田原です。前受けが土屋、独占まくり、昨日は逃げ切り、今年3度目の優勝なるか。連日マークの坂本もいい流れで決勝へ勝ち上がっています。立部は昨日まくりを決めて、そして吉永との九州コンビ、その後ろを最終的に取り切ったのが山本で、後方6番田原、3番山田です。残り2周回から後方から田原が動いていきます。前へ前へという競争が功を奏して決勝進出。そして山田が追走、ここをジャン前から立部が早くも叩いていきます。打賞入りました。九州勢を追って4番山本浩一、3番手をゲット。一方6番手からは土屋、早めの巻き返し。今日はレースそれぞれ早めに動いている感じで、土屋が結局ホームでもうまくり切りました。残り1周回です。これで立部が3番手、山本が5番手、田原は6番手という展開です。3番手から早くも立て直しが1番の立部、2番の坂本の牽制で今2番手外です。3コーナーから2センター、ここはうまく坂本がガードしている。2センターから4コーナー、内をついては田原、直線コース、先頭7番の土屋、2番坂本が迫っていきますが振り切りました。7番2番6番、最終7レース A 級決勝戦が終了しました。比較的レースは早めに動いていく流れで、最終的にはホームから叩いた土屋の先行、どうやら一周逃げ切ったか。ファインセーブから迫っていった2番坂本、2番手の入線、あとはそこに迫った立部だったんですが、交代変わって内を伸びていったのが田原、これが3番手、まあ、連日積極的に迫したか、今日は足をためての巻き返し、掲示板に着を乗せたか。7番2番6番、決まれば土屋は今年3度目の優勝かというところです。決定もう少々お待ちください。最終7レースでした。